これは。そうか。奴らはそこから現実に侵食しようと。なんだよそれ。ここは虚無の世界。今俺たちの目に映ってるこの風景は29年前の現実の世界を映し取ったコピーに過ぎない。また語り始めちゃったよこの人。奴らにも先にあの塔の先端を目指すんだ。もしかしたらあそこがここと現実をつなぎ合わせる時空の裂け目かもしれない。あの先に俺という観測者がたどり着いた時、可能性は一つに収束する。どいつもこいつも勝手にしろっつーの。もう後戻りする時間はない。どちらからたどり着けばいい。二手に分かれよう。俺は構わないけど、あんた大丈夫かい？あれ？おい！ああ。どうしろってんだよ。止めてやる。絶対に。死んでください。
もう少しだ。No!